御大書は、大臣、将軍家など、貴人の妻に対して用いられた故障。奥方様のい御大番書も同じ。御大御大番とは、身分の高い人の食事を乗せる台番を指す。台番書とは、宮中や貴族の邸宅の配膳室を指す。台所はその略。御大番書の台番とは、長方形の円がついた番に四つ足を添えて台状に、下一人用の食卓で、 今日でいう禅のことである。かつてこうした台盤が日常的に使われていたのは上流貴族の邸宅や宮中に限られていたが、台盤書とは文字通りとはその台盤を置いておくところのことで調理や配膳を行う一室のことを指した。これが今日でいう台所の古言である。後に宮中ではさらにこれが転じて清涼殿内の尿棒詰書のことを台盤書と呼ぶようにもなっている。 平安時代の中頃までは3以上の苦業の性質は皆北万所と呼ばれていた。しかし時代が下るとこれが格式化して北万所は戦時をもって送られる称号となり、しかもその対象は摂称、または関白の性質のみに限られるようになった。すると3以上の苦業でも大臣や大将の性質には必然的に別の呼び名が使われるようになる。 これが五代板書、また、これを略した大板書や磨いで、陰性時代以降の文献に、これが参見する。例えば、藤原諸ザネの性質、源玲子は、諸ザが大臣だった頃には、大板書と呼ばれていたが、情報二年諸ザネに、関白宣言があって、以降は、北の万所と呼ばれており、五代板書と北万所の用法に、明確な違いが見て取れる。 鎌倉時代に成立した、平家物語の巻一には、入道小国、平の清盛の子らについて語られる章があるが、ここでも娘たちを紹介する下りでは、その呼び名に、明確な際を見ることができる。数とは、加山の院の左大臣殿の五大番所にならせ、たまいて、一人は孔に立たせたまう、一人は、六条の摂政殿の北万所にならせたまう、一人は、 不言寺ラ殿の北万所にならせたまう。数とは霊勢大納言、高伏社教の北方。数とは七上州理大部、信高教に愛具した参り。平家物語巻一、五、我、三栄がとある。この、加山の院の左大臣殿の五代番書とは、左大臣、藤原県宮美の性質となった次女のことを指す。次の、こうというのは、 高倉天皇の中宮のとなり、安徳天皇を生んで国母となった三女の徳子、六女の摂政殿の北満所というのは、摂政関白、藤原元真の性質となった四女の森子、普賢寺殿の北満所というのは、摂政関白、この絵元道の性質となった六女の漢視のことである。また、霊勢大納言、高房さ教の北方というのは、県大納言、 藤原高草の性質となった古女のことだが、高草は、ご白河院の長身としては名を馳せたものの、大臣でも大将でも、摂政でも、関白でもなかったので、その性質も、北方という表現になっている。そして、七条修理大部信高教に愛をの下参りというのは、修理大部、藤原信高の妻となった長女のことで、信高には、性質が別にいたためこの長女は、 国宝ではなく、従って、愛ぐすという表現が使われている。鎌倉幕府の初代将軍、源、頼朝の妻である、北条政子が、五代所と称され、以降歴代の将軍性質の故障となる。後の室町幕府、江戸幕府の将軍夫人も五代所と称された。ありがとうございます。